本日のご来店ありがとうございます。中村雄一と柏俊樹のヒーローズカフェ始まりました。はい、それでは、3人目の、ご紹介をさせていただきます。はい、ハンドルネームゴーさんですね。はい、こんばんは。将来についてのお悩み相談をさせていただきたいです。僕は今大学3年生で来年から本格的に就職活動が始まります。ですが正直自分の将来像が見えません。一日一日を生きることが精一杯で先のことを考えれば考えるほど不安だけが募ってしまいます。そんな状況を少しでも楽にするために今は自分の好きなことを増やしています。特撮や音楽、ラジオやファッション、舞台や演劇などいろいろあります。将来はそんな自分の好きなことを仕事にしたいと思っているのですが、周りが就職活動をしているのに自分だけがこんな風でいいのか、好きなことを仕事にするにはどうすればいいのかが全く分かりません。こんな僕にアドバイスをお願いいたします。はい、リアルなお悩みをいただいております。はい、実はですね、はいはい、この番組上初めての男性の方になりますね。はい、男性の方も嬉しい。お、つながりました。つながりましたね。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。初めまして。優しい声ですね。ね。ね。はい、ありがとうございます。ゴーさん、ハンドルネームゴーさんということで、今はい、悩みの方を読み上げさせていただきました。今現状としては将来像が見えないということで、今いろいろ模索中ということですね。うん、すごいコメント欄に優しい声ってめちゃめちゃ、みんな優しい声、優しいボイス、優しい声の男の、なんかずっと聞いてたい声です、ね。うん、ちょっとなんか声優喋ってほしいんですけど、なんかそうですねそんな声です、声優さんに、うん、声優さんのような、ね、声をお持ちで。どうですか、今現状としてはそういったことだと思うんですが、今こういろんな好きなことを増やしているということですか。はい、主にやっぱり特撮が好きなんですけれど、うん、特撮だったり音楽だったり、あと最近はこう演技とか見る方なんですけど、演劇とか舞台とかお芝居とか、あとこうファッションにも最近すごく興味を持ったので、この先こう自分の武器になるためといいますか、そのためにこう自分の好きなことを増やしていきたいなって思ってます。うん、なるほど。で、今どういう職業に就きたいとかっていうのは今こう、今ちょっとまだ見えてないという状態ですかね。そうですね、一番は音楽をやりたいっていうのが一番としてあるんですけど、うん、音楽っていうのは バンドとかやってるんですか。今こうちょっと、まあ、状況が状況なので活動とかもできてないんですけども、でも、うん、私ね、歌やりたいなって思ってますね。いろいろこう自分で歌詞を変えたりとか自分なりにしてるので、はい。まあ、確かにその声は武器になりそうですね。うん、大学自体はいわゆる4大学ですかね。英語を今大学で専攻しているんですけど、そこのこう、まあ、サークルみたいなのに入って今やってるっていう感じですね。語学、まあ、武器になりますね。そうですよね。うんうん、好きなことで、ご飯が食べたいということですかね。そうですね、欲を言ったら、うん、そうですね、はい、なるほど。うん、一番理想な、一番理想ですよね。まあ、そうですね。僕も日々だから、そうですね、ありがたいなと思います。その今この自分がこう好きなことを仕事でできてるっていうことが、うん、すごい自分幸せだなって思うところがありますね。でもこの音楽だけでそのご飯が食べれるか生活ができるかっていうところが不安ってことなんですね。そうですね、それだけでこうやっぱり生きていけるのか、やっぱりこう時にはこう辛いこととか自分がやりたくないこともやった方が人生のためになるのかなとは考えたりもするんですけど。なるほど。うーん、僕が勝手に思うことはやりたいことをやってもらいたい、うん、失敗してもいいんじゃないかなって僕は思っていて、はいはい、全然やり直しはできると思うので、うん、まあなんだろうな、そんなこと言っていいのかは分かんないんだけども、うん、これやりたかったのになっていう後悔を将来してほしくないなと思うので、うんうん、とりあえずそうやりたい
ことをやって進んでもらう方がいいんじゃないのかなっていうふうに今の感じだと僕はそう思っている感じですかね。でも僕も同じです、カシューさんと。僕もその後悔をしたくないから自分が思ったことはやろうって思ってます、うん、それでやらなかった時の後悔の方がそうだね、やっぱ、うん、なんか辛いかなって思いますし、だから自分自身も21歳2歳ぐらいで一回芸能界辞めて、で27歳で復帰するってなった時にやっぱり不安もあったんですよ、自分としては。はい、で本当に仕事があるのかも分かんないし、もう 5,6 年辞めてたんで、どこまでその仕事が入ってくるのか分からない状況がすごい不安でしたけど、ただ一回そのやりたいっていう気持ちが芽生えちゃったから、またここでもうこれは最後の多分挑戦だなと思って、やっぱ27歳で復帰したんですけど、30になっちゃったらもう絶対自分自身もう俳優として戻ることはないだろうなって思ってて、27歳でもうこれで最後ちゃんとこう最後の挑戦として自分が完全燃焼したなって思えたらもうそれでいいかなって思ったんですよね。もうその生活できるできないとかじゃなくて、自分のその人生として、はい、あの時にああしとけばよかったな、こうしとけばよかったなとかって思いたくないから、うん、で今もそういう感じですね。そのやっぱり日々後悔したくないから、とりあえず毎日必死に頑張るしかないなっていう状況だし、そうですね、すごいこう心に響いたと言いますか、うん、やっぱりこう一度の人生でこうやりたいことをやるのが一番なんだなっていうのを改めて、はい、感じました。ありがとうございます。はい、うん、と同時にですよ、うん、ちょっとお二人が言いにくいこと僕はあえて言わせていただきたいなと思います。郷さん、あのちょっとね、はい、周りの目を気にしすぎてると思うんですよ。あの就職活動、周りがしてる時に自分は何やってんだろう、はい、ということで、どうしても気になってしまうのももちろんなんですが、うん、まあ、我々はやっぱこの業界でやっぱこう残っている方々、好きな仕事で、うん、まあ、ご飯を食べている方々を見てると、うん、周りなんか気にしない、うん、やりたいことをやるっていう、うん、やっぱり人たちが残っている世界だと思うんですね、うん、はい、正直ここはね厳しい部分も正直あるんですが、あの好きなことでご飯を食べなきゃいけないと思わなくていいんじゃないかなと思います、うんうん、それは別に趣味でも楽しむことでも別にいいと思うんですね、うん、はい、で本当に好きなことで、他の、ね、お金をいただくということでご飯を食べるっていう、そこに直結はするかと思うんですが、それをするのであれば誰よりもそれが好きでないとやっぱりね、プロにはなれないと思うので、うん、どちらかだと思うんですよね。でまだね、あのカシューさんがおっしゃったように時間はねたっぷりあると思うので、うん、あんまりそんなに現実的に考えずに好きなことを追求する時間なんじゃないかなと僕は思いますね。はい、であってほしいかなとは僕は思ってて、うん、僕もだから20で、まあ芸能界に入って、うん、で10年経った30の時に僕は大学を出てなかったんですよ。高校、はい、専門学校は行ってたんですけど、うん、大学行ってなくて、で、まあ、それは別に気にはしてなかったんですけど、はい、なんか今までちゃんと勉強してことなかったなっていうのがあって、大学行こうって思って、うん、僕30で大学に入ったんですね。でまあ、仕事をやりながらだったんで、はい、まあ、5年かかったんですけど、まあ、4年の大学を5年かけて卒業ができたので、だから何歳になってもできることは全然できるんで、うん、チャレンジですよね。チャレンジっていう意味では、うん、全然僕より年齢が上の人もいましたし、同じ同級生でね、うん、なんで今はやりたいこと、そうですね、はい、はい、まあ、我々もねやっぱりこうやりたいことをやり続けたい人間じゃないですか。そうですね、うん、だからこそやっぱり郷さんもね、あのこの仲間入りを僕はぜひやるのであればしてほしいですし、そうですね、なんか絶対それをやって、うん、それをやった方がいいよとは言えないんですけど、ですよ、うん、郷さんが決めることなんですよね、ここは。そうですね、うん、でまだね、あのご結婚されてるとかではないと思うんで、はい、今は自分がやりたいことを考えるべきじゃないかなと思います、うん、で、やっぱり我々
ね、あのお金がなかった時期とかそれこそ不安な時期っていっぱいあったと思うんですよね、うんうん、恥ずかしながらは私もありますので、20代はやっぱり家賃3ヶ月滞納してたとか、もうそんなことをやりながらもお金をもらえずでも映像を作ったりとかっていうのを、まあ私もやってましたし、僕は親に失敗していいからやりたいことやれって育てられてたから多分そう言うんでしょうけど、はい、郷さんがどういうふうに親御さんとどういう話をしてるかちょっとわからないので勝手なことは言えないですけど、僕は失敗はいっぱいした方がいいという考えなので、失敗は、ね、違うな、失敗はしないに越したことはないんですけど、うん、失敗を恐れて何もやらないよりかは、うん、やった方がいいかな、うんうん、そうですねという、はい、そうですね、意見ですかね。そこで身につくことの方が、はい、で絶対違う職業に就いたとしても、うん、人生の糧に絶対なると思うんで、はい、うん、熱い思いが我々今、ね、熱気がどんどん上がってきてますよね。いやでも本当気持ち分かるんでね。なそうなんですね、うん、やっぱ、ね、苦しい時期もあったからなんかちょっとそうなんですよ、頑張ってもらいたいなっていう、うん、それでこういうご時世じゃないですか、はい、でなおさらね、本当に先が、うん、を見えないので不安にすごいなられてるんだろうなって思うので、はい、僕らの状況ともまた多分違うんだろうな。そうですね、今のこの大学生の人たちだったりとか、これから、ね、あの新入社員で入ってる人たちとか、うんの状況はもっともしかしたら大変なのかなと思うと、この悩みはすごい。そうですね、うん、でもどうせだったらやりたいことがある人っていうのはそういう資格が僕はあると思うんですよ、やりたいことをやる資格が、うん、それがご飯が食べるとか一回置いといても、うん、やりたいことを僕はやるべきだと僕は思いますね、うんうん、でもやりたいことがあるからいいなと思います。そうですよね、はい、うん、僕俳優やってなかったら何の趣味もないからマジでやることないです、うん、やりたいこと俳優やってるじゃないですか。だからなんだかんだやっぱりドラマとか映画とか見ちゃうんで、はい、結局好きなんだな、自分って好きなんだなって思えるんですけど、でも仕事の時ってまた変わってくるじゃないですか、うんうん、そうですね、好きなんだけどだ嫌いになることも正直ありますよね。本当にやめようかなみたいな、うんうんうん、ありますよね。もう毎回思うけど好きだから嫌いになるみたいなね、こう皮肉なことをやっぱりあるじゃないですか。でも結局そうなの、その現場終わるとまたなんだかんだこう見ちゃうので、もうその繰り返しですよね。これって多分僕の人生終わっていきますね、本当に。この繰り返しで多分終わっていくんだなと思います。どうそこネガティブなの。最後終わっていく、最後も終わっていく。まあ本当にでも周りの声は聞いた方がいい時もあれば聞かない方がいい時があるの で、ね、そこはね、うん、自分都合でいいと思います、はい、うん、それぐらい ね、 そうですね、ある意味傲慢な方が、うん、こう何かを掴んだりとかすることがあるので、うん、はい、あの、ね、僕もあのやっぱ映像で監督を目指すっていう時も正直バカにされたりもしました。そんな作ってないのにとか、うん、でやったことないのに監督なんかなれねえぞみたいなことを言われたりもしたん で、うん、でその時にその言葉を聞いてたら自信なくしちゃうん で、 そ、 うなんです。その時ねバカになった方がいいというか、うん、そうです、あ俺はいけるみたいな。何かやってる時って俺が絶対これを親子は俺じゃないとできないって思わないとできない、はい、うん、そうですね、監督さんもそうじゃないですか、うん、はい、絶対的な自信がないと人ってついてこないし、そうですよ、ね、うん、頑張りましょう郷さん、頑張ってください、ね、ありがとうございます。優しい、いい声だな、いい声やな。なんか郷さんのラジオが聞きたい。あ確かに郷さんのこの悩みをなんか優しいボイスで俺は聞きたいですね。ヒーリング効果ありそう。ヒーリング効果ありますよね。寝る前に、ね、うん、寝る前に、ね、15分か30分ぐらい聞きながらそのまま寝落ちしたい。郷さんのなんかアラーム作りですねこれ。郷さんボイスでちょっと一回、ちょっと一回ゆういち起きてって言ってください。はい、お願いします。ゆういちくん起きて。素晴らしいですね。すいません、いいですね。爽やかに起きるそうですね。登壇者に何やらしてる。確かに。それではお二人が。ありがとうございます。はい、郷さん、ご来店ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってね。